こんにちは。こんにちは。セレクトショップアクトの北です。山下です。今日は、はい、ステートオブエスケープの新しいモデル、はい、サテライトシリーズからの新しいモデルをご紹介したいと思います。はいはい、久しぶりの新作。そうですね。はい、サテライトフォリオっていう名前だそうです、はいはい。で、サテライトシリーズの一番小さいサイズ。はいはいということでございます、はい、サテライトシリーズは、はい、おそらくユニセックスで使えるラインで、はいはいはい、あんまりこう小さすぎたりとか男性が持ちづらいような色はなくて、はい、こういう進んだそうですね、割とそうなんですよ、はい、どっちが持っても男性持っても、はい、女性持っても大丈夫っていうのと、ちょっとだからロープが太くて、うん、こう男性が持った時にこうガシッとした重量、はいはい、効果があったり、あと女性のものは全部ポーチが中でついてるんですけど、うん、メンズのこのサテライトシリーズとかはあのポーチがついてなくて、その分中に内ポケットがついている。うん、見えますか？見えますか？中のこのサイドのところに内ポケットがついています。両側についてます。携帯ここ入れたり、カード入れたりっていうことができる内ポケットがついています。それなので、ポーチはついていないです。はい、それがこのサテライトシリーズの特徴でもあります、はいはい、なんかこう、うん、スリムで体にフィットしやすいようにっていうのがこの形が特徴的らしく、はいはい、あの手持ちをすることをコンセプトにしてるの で、はい、このロープは平べったくて太くて柔らか、はい、柔らかい、こう、はい、手にこうなんか握りやすいみたいな感じが、すごく握りやすい、そうですね、はい、確かに握りやすい感じ、はい、だから肩掛けはできないです。うんうん、まああんま男の人は細い、なんだろう、薄い服着てたら、薄い着てたらあれかできるかもですけど、うんうん、アウター着てるとちょっと厳しい。そうですね。はい。でもその分手で持ちやすくなって、はい。はい。で、何がいいかってサイズがめちゃくちゃいい感じのサイズ感で、うんうん、本当にあの A4 サイズのこのファイル、もうこのためじゃないのっていうぐらいピッタリ。ちょっと大きいです。ちょっと雑誌サイズなのかな、もうちょうど本当にぴったり で縦だから入れやすい、もう全然こう見えないで、マチがあのエスケープシリーズに比べるとあのそんなに広くないから、こう物がきれいに立てられる感じっていうのかな、この薄べったい書類とか PC とか、まあ本当お仕事にはとても持ってこいな感じの水筒とか傘とかね、日傘とかその雨傘とか折れたり傘ですよね。でこれはですね、13インチのパソコンケースなんですけど、スポリでした。これもね、はい、ちょうどじゃないっていう、ちょうどですね、はい、かっこいいですよね、かっこいい、安定感が、うん、でなんかこれって本当ね、スーツとか女性でも男性でも、うんうんうん、あの仕事で結構きちっとしたこうスーツを着ないといけない方が、はい、まあ、ちょっとなんかおしゃれ系をバッグで出すのにはちょうどいい感じっていう、ね、うん、はい、ビジネスでも全然変ではない、うん、使えると思います、うん、はい、このステートって点々ありますけど、そうそうそう、これがサイドなので、うんうん、あんまりここじゃないから落ち着いて見える。そうなんですね。それとこのロープだけでこんなに印象って変わる、ね、っていうぐらいだいぶ感じが違っていて、はい、結構このロープがあの大きなアクセントになってるかなって気がします、うん、あの、はい、キャリエスケープシリーズは結構こうロープが柄だったりこうブレンドでこう色がミックスされてたりとかするんですけど、あ、はいはいはい、まあ、ワントーン で、はい、でしっかり太めのロープ、うん、でこんなロープって光沢あるんだみたいな、うん、そうですね、うん、これ似た形だと、うん、そのエスケープシリーズっていうのは、うん、フライングソロが、うん、あのどっちかっていうと A4 が入れやすくて、そうです、ね、はい、ちょうどいいよねっていつも言ってるサイズなんですけど、はいはい、フライングソロよりもやっぱりこうハンドバッグ的に持ちやすい。そうですね、はい、もうちょっとカチッとしてるっていうか、うん、あのもうちょっとフォーマル感があるのかなって、うんうん、気がします、はい、あの結構こう縦型だからか割とこう、うん、しっかりした感じがする。そうですね、うんうん、これがブラック、シンプルな黒です。ブラック、はい、で私が持っているのがスモーク。このカラー、スモークっていうカラーは多分あのエスケープのシリーズでは
ない色なので、メンズ、もともとメンズのカラーだから、こうサテライトシリーズとかなんかしかないカラーなので、結構男性でも女性でも、女性でもかっこいい系が好きな方とかだったら持ちやすいカラーだと思います。反対にプリクエルにあるのかな。あ、そっか、プリクエルにあるのか、うん、ちょっとこう異質な、異質な時に使われるカラー今のとこね。そうですね、はい、はい、なんかあのちょっと新しい形が、うん、使いたいなっていう方には、うん、このサイズ感、うん、すごいほど使いやすいし、ね、あのキャリーオールとか、あのキャリーオールとか、あのフライングソロとか持ってる方とはまた全然違ったイメージで持てると思うので、うん、ぜひ、はい、はい、お試しください。秋に、秋にもいいと思いますね、はい、はい、では今日はステートオブエスケープの新型、サテライトフォリオをご紹介いたしました、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。